どうもこんにちは、ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はですね、後ろにあるようにセミコンジャパンフィードバック会になっております。非常に盛り上がりましたね。ラビタスという話もありましたし、初日はですね晩餐会がありまして、セミに招待いただきまして、いろんなキーマンの方ともお会いさせていただきました。実際の対談もですね後ほどお伝えするんですが、大盛況ということで、本当に遠くからですね足を運んでいただきましてありがとうございました。でセミコンで気になったところですね、紹介させていただきたいと思いますので、早速行ってみましょうと。今年のセミコンの目玉が実はありまして、僕も講演の途中ですね、いろいろこういったことでコンセプトを実はセミ決めてますよっていうお話をしたんですが、結構な人が知らなかったんですね。じゃあそのコンセプトは何かというと APCS と、これ何の頭文字かと言いますと、アドバンスドパッケージング&チップレットサミットなんですね。パッケージングでございますので、半導体の前工程ではなくて後工程ですね、ここが非常に注目されていると、そういった回だったんですね。ということで後工程にフォーカスしてると、後工程が非常に重要ですよと。まあ前工程も重要なんですけど、前工程の革新がですねなかなか難しくなってきてるんで、後工程で革新を継続していこうっていうようなトレンドになってるわけですね。なのでそのタイミングに合わせてセミもこのようなパッケージに注目されてると。後工程の話をしていきたいんですが、その前に対談のトピックとして、昭和電工さん、東芝さん、ダイセルさんがですね対談いただきまして、スポンサーいただきましたので、その話に触れていきたいと思います。このようにですね456のブースですね、そこの真ん中ぐらいですね、真ん中の通路に陣取りばしてですね、非常に周りの堀場さんとか CKD さんにですね、僕の動画が流れてて、こんなに動画流して音邪魔じゃないのかな。プリングルスですね、1日100個ぐらい配ったんですが、即完売すると、大盛況のうちに終わりました。ありがとうございました。ということで、まずは昭和電工ですね。この昭和電工さんですね、パッケージが非常に注目されておりまして、後工程のですね、名手でございますので、非常に輝きを増していると。後工程に関する材料メーカーとしてですね、2位をですね、もう彼方に引き離すようなですね、売り上げを誇っておりまして、それはですね、まあ昭和電工もともと強かったんですが、日立化成を買収したと。で、日立化成当時ですね、1兆円ぐらいで買収したんですね。で、その1兆円かけて、そんな買収する価値あったのかみたいな議論もあったんですが、今このセミの動きですね、APCS を開催されてることを見るとですね、ああ、当時の昭和電工の買収担当者はですね、まあ経営陣だと思いますが、この世界を描いていたとすればですね、神の一手であったと。じゃあ昭和電工何をやってるかというとですね、これ実際の展示品から写真を撮ったものでございまして、このパッケージをですね展示されておりました。このパッケージはですね、どういった開発をしてるかというと、今までっていうのはそのパッケージというものはこういったウエハーから取得していたわけですが、そのウエハーの形丸じゃないですか。なのでパッケージサイズがどんどん大きくなると、ウエハーから取れるですねパッケージの数がものすごく少なくなってしまうと。なので丸型ではなくて四角型にしてですね、より多くのパッケージを取ると、コストをできるだけ下げるみたいなことをやってるわけですよね。実際に昭和電工さんのですね研究所にも訪問させていただきまして、こういったですね丸型ではなく、まあこの写真は丸型なんですけども、四角型の専用装置を作るみたいなこともやってるわけですよね。なのでですね、ここは政府もですねもうちょっと注目をいただいてですね、後工程今後非常に重要になってきますので、予算もつけていただきたいと思います。インフォとかですね、ファンナウトですね、 FOWLP みたいなものをですね、工程ってどうなってるかわからないと思うんですが、こういう風にですね樹脂で覆われると。なのでウエハーがですねもう樹脂に覆われてて真っ黒なわけですよね。実際こうなってると。その他にもですね、ジョイント2というコンソーシアムを率先して進めるということで、日本の半導体技術のもう後工程の権威役にこの昭和電工が担ってるというわけなんですね。非常に輝いているということで、ここはですね今後かなり注目されるだろうということで、個別に後工程に集約した動画を作成予定でございますので、これもお楽しみにいただければ幸いでございます。続いてですね、最強コラボ確定ということで、東芝ストレージ&デバイスソリューション社とですね、2日目対談させていただきました。で、セミコンが始まる前にですね、かの有名な YouTuber、いちけんさんのツイッターで、なんとインフィニオンから案件が来ましたというお話がありまして、それを見つけた僕はですね、瞬時にですね、おいおいおい、インフィニオンはですね、パワー半導体でトップを走るドイツの企業なんですね。半導体メーカーでございまして、パワー半導体って日本って結構強いんですね。例えば東芝、富士電機、三菱電機、そしてローム、があるわけですね。しかしながらそのいちけんさんにはですね、その日本法人から PR 依頼が全く来ていないという状況をですね煽りまくると。聞いているか、いちけん PR で先を越されているぞ、お前ら大丈夫か。煽るという表現良くないですね。注意喚起を促すと。このまま認知がインフィニオンより下回っててあんた方大丈夫ですかということですね。で、実際に対談してですね、そこでも煽り倒してですね、プラス賄賂としてプリングルスをですね渡してですね、首を縦に振っていただきまして、前向きに検討いただけるということで、なんと
一見とものづくり太郎プラス東芝ストレージデバイスソリューションのですね、コラボがほぼ確定すると。今メールでですね、ぜひ前向きに検討しますみたいなことを言ってるわけですね。で、一見さんをですね、ご存知ない方いらっしゃらないと思うんですが、言わずと知れた電子電気セグメントナンバーワン YouTuber、 なんと登録人数は 32.4万人と、電子立国日本をですね、代表する方になってると。一方、ものづくり太郎はですね、製造業、半導体含め工作機械いろいろやってますから、さらにそのビジネス動態等をですね、プレゼンさせていただいてますので、製造業ビジネス系カテゴリーでナンバーワンと、要するに、この製造業の2大スーパースターのですね、最強コラボと、自らスーパースターっていうのは非常に僭越でございますが、もう最強なんですよ。東芝がこの機会を逃したらですね、二度とチャンスは来ません。はい、もう動画でも煽り倒すと。東芝はですね、テレビ CM をやってるわけですよ。そこで起用してるのが、有村架純なんですね。この二人のコラボはですね、オタクたちに対してはですね、もう有村架純などの目ではないと。そんなことはないと思います。そんなことはないと思いますが、もしこの話が流れればですね、ビッグコラボとしてですね、他の半導体メーカーがかっさらっていくだろうということは目に見えてるわけですね。なので、東芝さん、ぜひお願いしますと。東芝の話になりましたので、東芝のパワー半導体の状況をですね、かいつまんでお話しさせていただきます。もちろんコラボが確定した暁にはですね、しっかり深掘りしてお届けしたいと思いますが、実は日本のパワー半導体メーカーではかなりリスクを取ってアクションを実行していると。投資額はですね、設備投資と研究開発費合わせて5700億円以上と、かなりアグレッシブですね。一方ですね、ドイツのインフィニオンはですね、50億ユーロというですね、また一つ頭抜けてる投資を実行していると。公的資金を使いということで、ドイツ政府のですね、後押しもしっかりつけろということをインフィニオンは言ってるわけですね。で、その他にもですね、20億ユーロでガンですね、マレーシアにも積極的に投資すると、合わせて1兆円を超えるような投資をですねしてくるということで、もうここに立ち向かっていく投資は頑張れという感じですね。ということで、投資はもう日本のパワー半導体メーカーはですね、お前らいいわということで、俺はグローバルでやっていくと、インフィニオンとゴシでやっていくぞみたいな感じで、グローバル目線で言っていただきたいというふうに思っております。これはもうご縁でございますので、三菱電機でしょ、ロームでしょ、富士電機さん残念でしたっていう感じですね。ロームから実はアクションがあったんですが、ちょっと流れましたね。残念と。続いて、ソリューション技術に関しては、動画で深掘り予定ということはお伝えしてますが、まあ一つお伝えしたいのはですね、対談の時にも東芝さん言ってましたが、MOS FET の音程高低減ということで、パワー半導体はですね、スイッチオンとオフということで、物理的なこたつのスイッチあるじゃないですか、パカパカやると。あれって、つけてる時は電流が流れて、オフにしてる時は電流が流れないんですね。半導体もこのような、同じような動作をしてるわけですけども、オフの時にですね、抵抗マックスにするみたいなことをやるわけですけども、その時に電力を消費してしまうというような、があるんですね。これを限りなく抵抗を無限大にしてロスを少なくすると、そういう戦いをですね、パワー半導体で繰り広げてるわけですね。で、そこの性能も順次上がっていきますよっていうことを言ってましたね。そして研究開発も同時間軸で実行すると。もう技術で日本っていうのは勝てるんですけど、最後はビジネスで負けるということをですね、やってしまいますね。そこをなんとか回避いただきたいと。このリスクを取ってですね、実際に投資されてるわけですから、東芝には頑張っていただきたいと。続いて3日目はダイセルさんでしたね。ぶっちゃけダイセルさんの対談は微妙でしたね。資料を作るの下手くそですね、はっきり言って。で、ダイキンにもですね、コンサルしてるんですけど、ダイキンもその半導体の材料を支える化学メーカーなんですけど、化学メーカーさんっていうのは資料作成がちょっとというか、だいぶ皆さん下手くそですね。オブラートに包まなくて申し訳ないですけど、ぶっちゃけ下手くそですということで、何を言いたいのかよくわからない資料に各法人になってると。まとめますとですね、ダイセルさん、フィルム技術頑張っていくぞということを言ってますね。こんな感じで塗布をするだけで回路を形成するということで、 LED を光らすことが可能になると。で、これはすごくてですね、通常こういった僕も講演してますけども、後ろで LED をですね、ものすごく光らすと、そもそもめちゃくちゃその画面の前って熱いと。熱いということはですね、電力をものすごく食ってるわけですね。さらにですね、重たいわけで、各デバイスこれ分かれてるんですけども、基板を内蔵しておりまして、その基板が重しになっていると。そしてコストが高いということになっておりますが、この塗布で回路形成してですね、後ほど LED の光源素子をですね、ピトッと貼り付けるだけで、もうそこで光りますよということで、サイネージができると。超低コストで大型ディスプレイの作成がこれ可能になるんですね。しかも軽いわけでございまして、こういった天井なんかにも、この LED ディスプレイを配置できると。そういった未来を作り上げることができるわけですね。さらに、塗布のみでですね、半導体回路も、要するに小さなマイコンみたいなものがですね、成形可能でございまして、小さなマイコンというか、回路が複雑でないマイコンが作成でございまして、わずか5グラムでですね、温度、振動、向きを
をセンシングできると。あ、これは佐藤の RFID 時代が終了するな、みたいな。あ、そういったですね、破壊的イノベーションになってるわけでございますね。ということで、ダイセルさんもこのフィルム技術で今後もう右肩上がりですよ、ってね、売り上げも予想よりもバカバカ伸びてるということを言ってまして、期待が持てると。ということで、素材が変わればですね、世の中が実際に変わるということを体現されているのがダイセルさんであると。後工程について語っていきたいと思いますと。パワー半導体の接続部材ということで、今回はですね、前工程の話はしません。やはり海外勢の方が積極的に採用してくれますと。これは担当者団ということで、三井金属さんの担当者がこのように言われておりました。この発言だけでまず衝撃であると。じゃあ何をこれ展示していたかというと、このパワー半導体の接合材料ですね、今は銀ペーストを使っている部分があるんですが、これを銅ペーストにしませんかと。要するに銀から銅になりますから低コストになりますし、生産性も上がると。さらに規制対応もしてますよと。ヒートサイクル試験なんかもやってですね、問題なかったので、この銅ペーストいかがですかっていうことを言われていたわけですよね。ということで、海外からもう引き合いがあるということで、日本のですね、パワー半導体メーカーの各担当ですね、ご興味があれば三井金属さんに問い合わせをいただきたいと思います。本当に後工程盛り上がっておりまして、ザクザク出てきたということで、 2.XD みたいな 2.1 次元、 2.3 次元、 2.5 次元とか3次元、 5.5 次元等々、いろいろですね、パッケージの呼び方はありますが、そこのですね、コストが今問題になっていると。こういったパッケージの中ではですね、インターポーザという基板があるんですね。 2.5 次元パッケージというものはですね、ウェハーに回路を形成してパッケージ基板を作っていくわけですが、非常に高コストなんですね。なぜ高コストかというと、このような半導体製造装置を使って回路を描かないといけないと。つまるところ半導体製造装置って高いわけですから、そのウェハーに加工するっていうのは非常に高コストになるわけですね。ということで、ウェハーコストが高いということで、このウェハーをなんとかしようということで、基板でやっちゃえばいいじゃんっていうのが新興電機さんの提案なんですね。で、ここはですね、実際にパッケージ基板も展示されていたんですが、そこはお願いしましたが、撮影を了承いただけませんでしたので、パネルの写真でご了承いただきたいんですが、このようにですね、非常にファインピッチと 1.5 ミクロンメートルのですね、ピッチで回路形成を基盤にしていくと、そこを目指していくっていう風に言ってましたね。で、さらに通信の速度に関してもパッケージで革新をしていくということで、何かというとですね、こういう風に基盤に対して光ファイバーが接続されてるんですね。しかしながら光ファイバーで接続されるんですが、 IC 要するに光通信で運ばれてきたですね、情報処理 IC まで基盤を返するということで、電子信号に変えてるんですね。せっかくですね、光ファイバーという超高速通信で来ているのにもかかわらず、基盤に来ると通信速度が電子情報になってですね、非常に落ちてしまうと。これは問題だろうということで、遅延が発生してしまうと。2030年頃にはこの光ファイバー通信もですね、一気にパッケージに持ってきてですね、通信速度を爆上げするということで、パッケージの力で通信遅延を解消するようなソリューションも展示されておりました。そしてファインピッチ、これをどう解消するかと、ここがやはり鍵になってくると。先ほどお伝えしたように、パッケージっていうのは非常にファインピッチなんですね。これを図に落としてきまして、このようにインターポーザ基板があると。で、この接合部分ですよね、こういったところとかこういったところっていうのはものすごくファインピッチになってると。超極小ピッチになっておりまして、こういった超小さなバンプを形成しないといけない。今後はさらにですね、半導体が微細化していくわけですね。2ナノとか3ナノとか4ナノって言われてるわけじゃないですか。つまるところ、パッケージのこのバンプもですね、非常に小ピッチになっていくと。バンプがさらに小ピッチ化していきますと。そこでソリューションを展示してたのが日東電工さんでございます。もうね、このバンプを形成せずにラミネートをしてボンディングをすると、ハンダがですね、勝手に集積してくると。ということで、バンプを形成せずに最後樹脂硬化してしまえば、この接合部分が完成すると。素晴らしいと。これは開発中ですっていうことを確か言っておりましたが、なんと将来はバンプの接合が必要なくなるかもしれないと。先日ですね、今はラピュタスの方になられたんですが、その方とも後工程のことに関して議論しましたが、やっぱりこのピッチがバンプがっていうこと言われてましたから、ここはキーですね。続いて EDA 会社の重要性ということで、この EDA という会社はですね、半導体のですね、検証をしてるんですね。負荷が検証、さらに検証ということで、検証なくして半導体製造は今ありえなくなっております。ではそのバリューチェーンを紐解いていきますが、まずアップルとかクアルコム、グーグルが半導体を設計すると、その後に検証するということで、この検証ソフトのことを EDA ツールと言ってるわけです。世界3級がありまして、シーメンス資本家でございますが、ほぼアメリカ企業でございます。その後に検証が終われば製造をしていくわけですね。ということで、検証を侮ってはいけないと。なんと設計が1だとすれば、この検証に対してですね、5倍とか10倍
の工数がかかってるわけですね。要するに今はですね、回路設計をするよりもこの検証時間の方がものすごく長くなってると。そしてこの EDA 上位3社がグローバルの 70% のシェアを保有してるわけですね。ちなみに中国ではですね 95% ぐらいをアメリカの EDA 会社が握ってるわけですね。ここを掴まれればですね、中国の最先端の半導体製造がうまくいかないということが言われてるわけですね。じゃあこの EDA に関して何をやってるかというと、このように実際に CAD 上というかですね、こういったソフトウェア上でどういった配線になるのか、どういった信号のやり取りになるのか、どういった熱がかかってくるのかっていうのを検証できますと。シーメンスとかケーデンスですね。で、ケーデンスのブースに行きましたよ。熱検証も今後必要になってくると。つまるところ、2.5 次元パッケージとか 3D パッケージになってくると、このように半導体チップが上に上に積み上がるんですね。皆さん、スマホを持つと熱くなるじゃないですか。PC で作業してても、この CPU を食らすためにファンがキャーって回るわけじゃないですか。ということは半導体ものすごく熱を持つんですね。その熱を持つ半導体がこのように上に上に積層されると。ということは熱コントロールがものすごく必要になってくるということで、熱解析も必要ですし、この通信もものすごく複雑になってくる。ということでこれをソフトウェア上で処理しないと、検証しないと 3D とか 2.5 次元っていうのは絶対できないわけですね。 3D 化により検証も膨大になると。もうこの EDA 会社の重要性がものすごく増すと。しかしながらブースはガラガラと。こういうですね、キー部分を確認すれば今後の世界が見えるんですけど、ケーデンスのブースはガラッガラの閑古鳥でございますと。シーメンスも同じだよね。ほとんど人がいないと。もうこういったところ絶対行ってください。 EDA 会社とか普段コネクションがないわけですから、情報収集絶対してください。シーメンスに行きまして、担当者僕のことをご存知でしたから、ああシーメンス EDA にやっぱり力入れてみるってすごいですよねみたいな話したらですね、我々は上流側のエコシステムを取るんだみたいなことを言ってるわけですね。要するにあそこのですね、 EDA を取っていれば、そのエコシステムのバリューチェーンの中のですね、ニッチトップになるわけですね。シーメンスなしでは設計ができないみたいな時代が来ると、シーメンスはですね、ソフトウェアをものすごく高値で売れるわけです。そこを取るんだっていう担当者がこういう発言をしてたということで、もう脅威に感じましたよね。ということでパッケージめがけて各ソリューションを展開しておりました。先ほどお伝えしたような温度解析ですとか、テストを実行ですね、容易性の検証とかですね、あと CAD との連携ということで、 EDA の中で修正するとですね、 CAD にそれがフィードバックされて CAD も修正されるということで、ああなるほど、今こういう風に検証の工数を下げるんだなっていうようなことが言われてましたよね。今後の設計が見える展示になっておりました。来年も開催された時はぜひ EDA の展示ブースに行っていただきたいと。バウンダリースキャンという手法がありまして、皆さんこれご存知ですか？ほとんど日本の担当者知らないんですね。何かというと、実装基盤がありましたね。こういう風に高密度実装されている。この高密度実装に関してはですね、今は AOI 検査といって、SMT でですね、チップや IC、もしくはセラミックコンデンサーを置いていくわけですね。で、そのハンダ付けが問題ないかというものをですね、AOI という透過検査装置で検証していると。まあ、例えば日本で言うとオムロンとか名古屋電機とかサキとか、あと韓国で行けばコーヨンみたいな企業があるわけですね。その他にも実装したあとはですね、インサーキットテストということで、物理的な電気的な導通テストをしているわけでございます。しかしですね、今この iPhone なんか開けてみると、ものすごく過去とは比べ物にならないほど高集積されているわけですね。つまるところ、インサーキットテストみたいなものが物理的な検証ってできないわけですよ。基板の高密度化、物理検査の限界が訪れているわけでございます。しかもですね、今お伝えしたように半導体というものはですね、 3D とか 2.5 次元ということで上に上に積層されるわけですね。そうなった時に、そのここの回路がうまく接合できてるかとか、ここのバンプがうまく接合できてるかっていう検査どうやってするのって思うわけじゃないですか。はい、そんな時にできるのがこのバウンダリースキャン方法でございまして、あるですね、 LSI の要するに半導体チップの回路内にテスト回路を数個ですね製造しておけば、もうこれで USB にぶっ刺すだけで簡単に検査ができると。これはですね、ほぼ全ての LSI に当該回路が組み込み済みなんですね。しかしながら、例えばですね、電装の担当者とかもですね、このバウンダリースキャンという回路が方法があることを知らずにですね、物理的検査をしてるんですね。アホかお前と。 LSI に回路が組み込まれていることさえ知らない担当者はものすごくたくさんいると。なのでこれは IC の不良なんじゃないかとか言い出すんですけど、その回路でですね検証すれば、あ、これは SMT のリフロー工程でうまく接合ができてないよねとかわかるんですけど、この工法を知らないので一つ一つ目視で検査してるとかバカなことをやってるわけですね。それ IC の不良じゃなくて実装不良ですから、 IEE 規格でこれしかも定義されてるんですね。しかしながらほとんど日本中知らないと。
こんな感じで USB で挿すだけで、あとは接続するだけで環境が構築できると。大手でさえ知らない人が多いわけですね。ということで皆さん明日からですね、やってください。バウンダリースキャン協会がございますから、営利団体ではございませんので、問い合わせしてくれればいろいろフォローアップいただけると思います。概要欄に貼っておきますので、こういったことを日本人知らないとですね、日本の製造業の工数が増えることになりますから、海外ではこれスタンダードなんですね。ということで、ぜひ取り入れてください。てか取り入れないやつアホです。次。ビジネスとして指導ということで、ミニマルファブですね。横川電機さんがこのように結構展示ブースでかかったですね。ミニマルファブをめちゃくちゃ推してたんで、ミニマルファブの動画も上げてて、なんとチップレットをミニマルファブで実現できましたってことも解説してますが、販売設置サポートまで横川電機さんが受けようと。さらに試作も対応してくれますっていうことで、巨大なファブに流してですね、納期半年ですみたいな感じよりは横川電機さんに依頼すればですね、数週間もしくは数日で対応ができますので、ぜひよろしくお願いします。しかしなんかこのミニマルファブですね、課題もありまして、今後の課題は4注入工程の実現であろうということですね。ここはですね、毎年進化を上げておりますが、今後も追っていきたいと思っております。ということで、セミコンジャパンのフィードバック会でございました。以上でございます。お疲れ様でございました。 APCS のため前工程には今回は触れませんでしたと、そこはご了承いただきたいと。もう後工程にしか僕取材行ってませんから、前工程の革新性はあんまり見てません。そして一つ言えるとすれば、東芝本当に楽しみですね。もう囲いまくりと、ここまで行けば東芝も後に引けねえみたいな感じですね。しかも格安で PR 以来投げてますから、ぜひねよろしくお願いしますという感じでございます。ということで、今回は半導体会でございました。他にも工作会ですね、 FA ですね、そして自動車とか水素等とかですね、 IoT、いろんなトピックやっております。製造業で従事されている方ですね、そして製造業が好きな方、そしてものづくり太郎に興味を持っていただいた方は応援いただいてですね、ぜひチャンネル登録いただければ幸いでございます。そして一つでも刺激になればいいねボタンを押していただきたいと思います。ということで、次回の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。どうも、ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎です。我が社はですね、皆様のおかげで非常に稼働が高くてですね、仕事がいっぱいなんですね。新しく従業員さんを募集しております。学歴不問です。いろんな工場を見せてあげれるし、どういうふうに仕事を取ればいいかとか、普段ですね、立ち入ることができないような世界で一緒に仕事できますし、僕からね、盗んでいただけると思います。基本的に会う方はですね、社長クラス、部長クラスが多いので、いろんな工程を見せていただけるので、本当に得難い経験だと思います。30歳以下であれば嬉しいです。お願いします。可愛い従業員の方々からですね、どういう風に働いてるかっていうのもお見せしたいと思います。今日は特別に撮っていきたいと思います。はい、じゃあ千葉さん行ってみましょう。こんにちは。あ、どうもこんにちは。どうですか？毎日いろんな学びとか発見がありますし、工場とか普段生活している上では行けないようなところに連れて行っていただいて本当楽しいです。 ありがとうございます。悪いところありますか？悪いところは特段何もないです。マジですか？はい。なんか言わせてるみたいだね。言わせてるみたいですよね。でもそんなになんかネガティブな面って今まで1年間働きましたけど全然ないですね。ありがとうございます。はい、給料面はどうですか？給料も前職よりは上がって満足。満足です。ぶっちゃけ、はい、ありがとうございます。もっと頑張ります。お、素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございます。では最近ですね、ご入社いただいたというか2、3ヶ月ぐらいですね、スミさんという方、まあ動画に出てきてないんですけど、お願いします。あ、どうもこんにちは。こんにちは。どうですか弊社は？何喋ろう。無茶ぶりだよね。どう感じてますか？自分のやりたかったその動画に携わるっていうのと、はい、事務作業っていうのができてるので、はい、個人的には業務内容に満足しております。 ありがとうございます。はい、満足いただいてると。いやらしい言い方が。新しいことばっかだと思うんですけど、はい、ネガティブな面あります？覚えることが多いので、はい、自分がやったことないこともやってるので、はい、そこは大変かなとは感じてますけど、はあはあ、自分の成長につながってるなとは感じてます。あ、素晴らしい。決してこれ太郎が言わせてるわけではありませんので、皆さんご承知おきいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。働いておりますので、男女問わずですね、来ていただけるとありがたいです。ということで、お待ちしてます。次回でございますが、未定でございますが、まあいろんなね話題がありますから、何になるかなっていう感じですね。ということで、次回また動画で会いましょう。どうも本日はありがとうございました。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。今年もいろいろなコンテンツをたくさん動画にしていきたいと思っておりますので、2023年もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。